からずかずかずかっと前へ進んでまいりますと、真田軍の行き手を遮ってまいります。これと見ました真田信綱も中央へ進んでまいりますと、長野軍羽を刀を振り回しながら、やーやー遠からんのが音にも聞け近くばよって、目にも見そうらえ、我こそは羽を入道行き手をなり、ここへ通りたくばわしを倒してからにするがよかろうぞ。すると真田軍の先鋒真田信綱も槍を振り回しますと、やーやー我こそは武田二十四将の一人、真田源太大門信綱なり、わしの思い知れ、強さを見せてやる。さあこれから決戦の火蓋が切られます。これより窮地でございます。どういう風な勝敗になっていくかというところが見ごろでございますが、前を計り合っておるというようなところでございますが、一球一進一退呼吸を計り合っておりますが、いやーっと打ち込んでまいりました。雨の中は長い戦いが続いておりますけれども、いや、すると一人の家臣が信綱に駆け寄り、殿、殿、なんじゃ、我が軍は長期戦で大変疲れております。深酔いしたらいたずらに被害を大きくするべきです。避けるべきだと思われます。うん、無念じゃ。ひとまず本陣に戻ることといたそう。一方
羽を生きてるはこれを見て、よし、今のうちに我らも岩櫃城へ退散をするのじゃ。こうして羽尾の活躍もありまして、長野軍は無事に岩櫃城へ退散することができました。